私たちは愛されるのが当たり前という状態で生まれてきます。なぜなら私たちが生きていくためには自分には愛される価値があるという感覚が必要だからです。自分は愛される存在だと思えなくなると生きることが苦しくなります。健全な精神を保つとは自分には愛される魅力があるという気持ちを持ち続けることです。幸せな人生を送るためには生涯を通して自分の価値を信じ続けることが大切です。そのままの自分には愛される価値があると肯定することで生きる勇気、生きる力が湧き上がってきます。そのままの自分でも愛されるから大丈夫と肯定する力が弱まってくると生きることが苦しくなります。なのでどんな時でも誰に何と言われても、いや私は愛される人間ですからと思い続けることが大切です。しかしそれが分かっていても自分を肯定できなくなってしまうことがあります。そのままの自分じゃダメなのかもしれない、このままの自分じゃ愛されないかもしれないと疑ってしまうことがあります。自己肯定感が失われてしまうのは自己肯定感を守るための方法を知らないからです。自己肯定感を守るために大切なのは自分には愛される価値があるというのを紛れもない事実、疑いようのない事実、この先何があっても変わらない事実として固定してしまうことです。私には愛される価値がある、私には愛される魅力があるという前提で出来事の解釈をすることが大切です。例えば子供の時、忙しくしている親に話しかけて冷たい態度を取られたとします。そんな時、自分は愛される存在だという思いが固定されていないと、お母さんが愛してくれなかったのは私に愛される価値がないからだという解釈をしてしまいます。その出来事に合わせて自己肯定感を下げてしまいます。友達に誘われなかった、クラスメートに無視された、悪口を言われた、バカにされたという経験をするたびに、自分に価値がないからだ、自分に魅力がないからだと思っていたら、どんどん自己肯定感が失われていきます。自分は愛される存在だというのはあなたが生きていく上で最も大切にしなければいけない思いです。あなたはどんなことがあっても自分を肯定する力を守り続ける必要があります。なので誰に何と言われようと自分の価値は変わらないと決めてしまうことが大切です。自分の価値は他人の言動によって揺らぐものではないと決めてしまいましょう。あなたはどんな時でも愛される価値がある存在です。しかし愛される価値があっても愛されないことがあります。世の中にはあなたの価値に気づくことができない人がいるし、不安や怒りの感情に圧倒されて人を愛すことができなくなっている人もいます。あなたが愛される存在でも批判されたり嫌われたりすることがあります。そんな時は、この人は私の魅力に気づいていないだけだ、この人は人を愛す余裕がないだけだと思うようにしましょう。愛されなかったという出来事に自分の価値を合わせないように気をつけてほしいと思います。他人に拒絶された時は自分には愛される価値がないのかもしれないと一瞬だけ自己肯定感が揺さぶられてしまうかもしれません。しかしそんな時はすぐに、私には愛される価値があるけど相手がそれに気づくことができなかっただけだと高い自己肯定感に合わせて出来事の解釈をするという調節をしていきましょう。